ベトルガ川ガ、ロシア語、ラテン文字表記、ビトルーガ、マリ語、ラテン文字表記、ベトラは、ロシアのキーロフ州、コストロマ州、マリエル共和国とニジニノブゴロド州を流れる河川である。ボルガ川下流のコジモデミアンスク付近で北から合流する支流で、長さ 889km、流域面積は3万9000平方キロメートルに、及び、 川口から 700km 上流までは、航行可能である。ベトルガ川は、セーベルヌイエ丘陵の南に発し、北へ流れた後に90度向きを海西へ、さらに90度向きを海へ南へ流れ、南東方向に向かいボルガ川本流のチェーボクサ類、人工湖に合流する。左岸は、低地で、右岸は、泥灰岩と砂岩で構成された、標高 100m 近い丘陵地になっている。 流れは緩やかで、沿岸には多数の三日月湖が散在する。左支流には、ネイ川、大角沙川、ウスタ川、ユロンガ川、右支流には、ボフマ川、リュンダ川などがある。11月初頭から4月までは凍結し、その後は雪解け水や溶けた氷などで増水する。川沿いの主な町にはシャリアやベトルが、小さな町には、バルナービナ、ビトルーシスキー、 クラースヌイエバーキ、ボスクリセンス声などがある。ありがとうございます。